皆様、こんにちは。MEC ソフトウェアの武田と申します。よろしくお願いいたします。本日はですね、ウェブセミナー、整形プロセスの影響を考慮した、単遷移強化実シミュレーションと題しましてですね、発表させていただきます。まず最初にですね、アジェンダとなります。最初にですね、デジマットの概要の方を説明いたしましてですね、デジマットのですね、理解を深めていただくためにですね、マルチスケーリングモデルとは何ぞやというところに触れましてですね、実際、マルチスケーリングモデリングを使った解析の、統合環境の説明、そして、デジマットがですね、得意としております、単遷移強化樹脂の、材料特性の設定について、あと、デジマットとですね、構造化ソルバーの、連携の際にですね、樹脂量解析の計算結果をですね、考慮したソリューションがございましたので、その説明をいたします。で、後半の方ですね、実際今事例紹介をしましてですね、操作デモの方をいたしまして、最後にまとめという形でですね、まあちょっと1時間半という、いつものちょっと長い時間になるんですが、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、はじめに今デジマットの概要について、お伝えをしたいと思います。いつもですね、皆様方にはこうお伝えしている内容にはなるんですけれども、身の回りの複合材料ということでですね、昨今の話で言いますと、自動車業界、あとは航空業界様、あと医療系、あとスポーツ、レジャーといったところでですね、従来金属だったものがですね、軽くて丈夫なですね、非強度、非合成の高いですね、複合材料に置き換わってきているというのが現状ではないかなと思います。で、この複合材というところなんですけれども、私どもはですね、2種類以上の混ぜ物ということでですね、位置づけております。従来ですね、一般的には、東方線の性質を示すですね、金属材料にですね、代わってですね、違法性の特性を示すですね、複合材料に置き換わってきているということでですね、シミュレーションでもですね、そういった考慮しなくてはいけないと、そういったことがあるかと思いますが、今日ご紹介させていただきますですね、デジマットというのをですね、そういった違法性を考慮する場合にですね、お役立ていただければというふうに考えております。このデジマットなんですけれども、どんなソフトウェアなのかというところなんですけれども、いろんなですね、複合材料をですね、扱うことができます。単遷移強化樹脂をはじめとしまして、超繊維、そして織物ですね、あと連続繊維といったですね、さまざまな複合材料を扱うことができましてですね、材料の設計、開発評価にですね、使えるソフトウェアになります。あと後で説明いたしますけれども、デジマットで導出しましたですね、材料特性を有限解析の方にですね、使えるといったこともございます。開発元の方はですね、こちらベルギーの本社にありますですね、エクストリームエンジニアリングと、60人ぐらいのですね、精鋭集団がですね、控えている会社になります。で、日本にもですね、若干名、エクストリームの人間はいるんですけれども、私どももですね、日々お客様の、サポートする際にですね、彼らの支援を受けながらですね、よりよいサービスを、ご提供しているというのが現状でございます。このデジマットなんですけれども、誰が使っているのかという部分になるんですけれども、主にですね、材料の研究開発をしているですね、材料エンジニア様、そして、設計者、また構造系のですね、シミュレーションを、されているですね、エンジニア様のところでですね、広く使われているツールになります。400と書いてあります、約400以上ですね、の企業とですね、約100以上の、大学研究機関の方で、使われているといった現状がございます。材料メーカー様をはじめとしましてですね、自動車の OEM、あと部品メーカーですね、そして、航空機器の、メーカー、あと部品メーカー、そして、E&E、電気電子の企業ですね、そういったところにですね、幅広く使われているですね、ソフトウェアになります。このデジマットなんですけれども、いろいろとですね、ラインナップがございますので、ちょっとまず最初にですね、簡単にちょっとご紹介させていただきたいと思います。これは8つのですね、モジュールをご紹介させていただいております。左上の方にですね、見えて、おりますですね、デジマット MF というのとですね、FE というのがございますけれども、
これはですね、似たようなツールにはなるんですけれども、主にですね、複合材料の、材料特性というのをですね、導出する、ツールになります。あとですね、デジマット CAE というのが、ございますけれども、デジマットでですね、導出しました、材料特性をですね、お持ちのですね、構造化ソルバーの方に受け渡してですね、両者を連携させながら、計算することができます。その時のですね、インターフェース的な役割をするのはこのデジマット CAE。あと、MX というのが、ございますけれど、これはですね、材料のデータベースの機能とですね、リバースエンジニアリングの機能を持っております。開発元のですね、エクストリームエンジニアリングの方が、材料メーカー様とですね、協力関係にありますので、複合材料のですね、材料特性を、ご提供いただいておりますが、そちらのですね、データベースになっております。お手元にもし、適切なものがなければですね、こちらの方から引用して、シミュレーションにも使えることが可能です。あと、材料試験編のですね、結果をですね、解析に用いる場合にはですね、SS カーブといったものをですね、カーブヒットして、材料パラメータを同定するといったことをですね、こちらのリバースエンジニアリングの機能で、できるようになっております。あと、マップですね。デジマットとですね、構造化ソルバーを連携する際にはですね、整形プロセスに該当する、自主度解析の、結果をですね、考慮することができます。後でご紹介しますけれども、主に、繊維配光とかですね、あと、残留力ですね、そういったものをですね、異なるメッシュ間で、マッピングするときにですね、このデジマットマップというのを使います。あと、航空業界様の方でよく使われているですね、デジマット VA というのがございますけれども、こちらはですね、ばらつき、合成のばらつき、含有率のばらつき、あと、繊維配光のばらつきといったものはございますけど、そういったばらつきを殺した上でですね、積層材の、バーチャル試験を、VA の方で行ってですね、許容値を導入するというような、ツールになります。あと、昨今ですね、3D プリンターというのがですね、有名になってきておりますけれども、金属であったりですね、あと樹脂物があるかと思いますが、こちらはですね、樹脂のですね、積層造形シミュレーションを行うもので、あらかじめですね、それの計算であったりとかですね、残量力を、予測するような、そういうツールになります。あとですね、デモの方をご紹介させていただこうと思っておりますけれども、デジマット RP というのを使っていただきますとですね、斜視整形の結果、要は樹脂度解析の結果を考慮したですね、デジマット構造化ソルバー連携のですね、オペレーションというのはスムーズにいきますので、後ほどのデモでですね、その有用性をお感じになっていただければと思います。今日はですね、いろいろツールがあるんですけれども、この中のですね、主に黄色の部分について、詳しくですね、ご説明させていただきたいと思います。残りの文字につきましてはですね、日を改めましてですね、順次、ウェビナーの方を実施していますので、またその機会にですね、ご紹介をさせていただければというふうに考えております。ではですね、デジマットをですね、ご理解いただくためにですね、マルチスケールモデリングというのをですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。マルチスケールモデリングとは何ぞやというところなんですけども、その名の通りですね、マルチスケールと言ってるぐらいなので、複数のスケールをですね、扱ったモデルになります。こちらはですね、単繊維、強化樹脂をですね、例に挙げておりますけれども、肉眼でですね、こう見えるようなスケールというのをですね、こちら、マクロなスケールというふうに言っております。これをですね、ミクロな視点でこう見ていきますとですね、こういった微細な行動がですね、分かってくるわけですけれども、このようにですね、マクロなスケールと、ミクロなスケールですね、両方連動させているのですね、モデルのことを、マルチスケールモデリングというふうに呼びます。こちらのマルチスケールモデリングをですね、もう少し斜視整形品についてからですね、もう少し考えていきたいと思います。皆さんもですね、扱っていただいているかもしれませんけれども、斜視整形品、ここでは単線強化樹脂を例に考えておりますけれども、母材の部分、プラスチックというふうに言っておりますけれども、これは剛性が低いのでですね、これに繊維を混ぜることでですね、繊維強化樹脂ということで、剛性が上がってくるわけであります。繊維だけじゃなくてですね、フィラーといったですね、強化剤とかいったものがあるかと思いますけれども、こちら、平板のですね、金型にですね、繊維の樹脂を充填した時のですね、
試験片をですね、こちら左から右に対して、アロングフロー、それと直行する形でですね、アクロスフローというふうに呼んだ場合にですね、この長手方向に引っ張った場合にですね、SS カーブというのがこういうですね、差異が現れてくるわけです。アロングフローの方はですね、まあ、剛性が高くなるわけですけれども、まあ、こちらのゲートの部分からですね、流入していきますので、まあ、左から右にですね、繊維がまあ、支配的になっているので、まあ、繊維を効いてですね、まあ、剛性が高くなっているということが伺えるんではないかと思います。このようにですね、向きによってですね、剛性が変わることをですね、皆さんもご存知の違法性というふうに呼んでおります。違法性をですね、もう少しちょっと考えていきたいと思いますけれども、こちらはですね、ルノー様のですね、バンパーのモデルになります。まあ、色がですね、表示されておりますけれども、まあ、これ、充填後のですね、繊維のですね、分布をですね、視覚的に示したものになります。ゲートの位置はですね、まあ、3箇所であったというふうに聞いておりますけれども、この後ですね、3箇所から、まあ、数秒でですね、まあ、樹脂を、繊維の樹脂を充填した時のですね、繊維分布をですね、シミュレーションしたものになります。赤がですね、繊維でいうと、一方向性の度合いが強いというのを表しておりまして、これからだんだんですね、グリーンになって、で、ブルーになっていくというわけですけれども、ブルーはですね、まあ、ランダム配光性が強いと。いうのをですね、表しております。この、まあ、色合いからですね、わかりますように、まあ、部分的にですね、まあ、繊維の分布がですね、まあ、ばらついているということがですね、まあ、お分かりいただけるんではないかなと思います。このですね、ばらつきのある、繊維のその向きのばらつきのあるですね、バンパーに対して、もう少しちょっと考察を加えてみました。まあ、こちら、左側の方同じモデルになるんですけれども、まあ、このあたりですね、を拘束してあげてですね、まあ、3箇所からまあ外力を加えた時のですね、まあ、その時のまあ剛性をですね、まあ、3箇所で、表したグラフになります。で、まあ、青がですね、実験の結果、で、赤がですね、まあ、デジマットを使った、まあ、行動計算の時の結果になるんですけれども、まあ、両者がですね、まあ、相関が取れているということも、まあ、あるんですけれども、まあ、一番お伝えしたいのはですね、まあ、部位によってですね、まあ、剛性が違ってきているというのがですね、このグラフからお察しいただけるんじゃないかなと思います。あと一方でですね、こちらのクリップのモデルなんですけれども、まあ、単線強化樹脂製のモデルとですね、モデルをちょっと考えてみました。単線強化樹脂製のモデルはですね、まあ、もちろん違法性がありますので、違法性のケースとですね、まあ、ちょっと等方性のモデルをですね、作った場合にですね、まあ、ナストランを使ってですね、こういうような高位置解析をしたときのですね、まあ、こういう振動数と、モードをですね、比較したものになります。まあ、違法性があることでですね、まあ、変形モードも違いますし、こういう振動数もですね、同じ数でも随分と変わってきていることが、お分かりいただけるんではないかなと思います。このようにですね、まあ、製造時、にそう生じるですね、まあ、物性子のまあ違法性であったりですね、まあ、非均一性というのはですね、まあ、構造のですね、強体合成にですね、まあ、著しいまあ影響を与えますので、シミュレーションではですね、やはりこちらの違法性、非均一性というのをですね、考慮することがですね、必要ではないかなというのが、こちらの資料からお分かりいただく感じではないかなと思います。でここでですね、デジマットの主な目的について、今一度ちょっと考えてみたいと思います。デジマットはですね、先ほどお伝えしました、マルチスケールモデリングを使ったですね、マルチスケール解析というのをですね、得意としているソフトウェアになります。で、冒頭でですね、デジマット MF、もしくは FE という形でですね、材料特性を作るのをご紹介しましたけれども、その2つのですね、ツールではですね、こういった形で、均質化法というのを使ってもらってですね、使ってですね、樹脂、中のその添加物ですね、フィラーやまあ繊維ございますけれども、ここのですね、まあ、材料特性から、まあ、材料全体ですね、複合材料のですね、材料特性を予測することが可能になっています。で一方でですね、こちらまあマルチスケール解析の、まあ、簡単な例を言ってるんですけれども、実際には、このモデルですね、微小領域ごとに、繊維の配光というのはもちろん異なるわけですから、その異なったですね、繊維配光を考慮した上でのですね、材料特性を表現することができるようになっています。まあ、そうすることでですね、まあ、高精度な計算が実現できると。言ったことがですね、デジマットを使って可能となってまいります。
次はですね、そのマルチスケール解析なんですけれども、こちらをですね、よりスムーズにですね、実行できるですね、環境がありますので、こちらについてちょっと簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。こちらはちょっと概念的なお話になります。構造解ソルバーとのですね、連携の概念ということでですね、製造工程というところがあって、あと、材料を設定するプロセスがあって、あと構造計算ですね、という3つのカテゴリーがあった場合にはですね、製造工程というところには、こういったシミュレーションソフトウェアがですね、使われます。で、最終形態であればですね、自主移動解析ソフト、このあたりですね、が使われますし、ドレーピングというですね、不形成形的なですね、ものであればですね、こういったソフトウェアが使えるという形になります。で、デジマットはですね、こういった、製造工程の、表現するですね、ソフトウェアの結果をですね、使った形の、材料を表現することができます。それを用いてですね、構造解析ソルバーの方に渡してですね、この3つは連携しながらですね、精度な計算をですね、実現できるようになっています。今ちょっとざっくりとした概念的なお話をいたしましたけれども、これについてもう少し詳しく言及していきたいと思います。後でデモをいたしますけれども、ざっくりとしたワークフローになります。遷配区を考慮したですね、構造計算の例になりますけれども、まずあらかじめですね、自主度解析をですね、実施しておきます。もちろん先ほどデロイピング解析とかでもいいんですけれども、こちらですね、平板の金型の中に、樹脂、繊維の樹脂がですね、流入しまして、繊維配合分布が計算されましたよというような状態です。で、この後ですね、この平板のですね、真ん中付近ですね、中央付近に、ダンベル試験片をですね、切り取って、そのモデルにですね、境界条件あたりで構造計算をすると、いったことを想定しておりますので、あらかじめですね、別途ですね、構造解析のモデルをですね、ここに作っておきます。ダンベル試験片のモデルを作っておきます。で、別途ですね、デジマートの方ではですね、この複合材料に相当するですね、材料特性のというのをですね、定義しておきます。母材の特性、そして中の繊維ですね、のをですね、あらかじめ設定しておいてあげます。で、3番の次ですね、こちら。1番のですね、繊維配合の分布をですね、こちらの UNS モデルの方にマッピングをすることでですね、ここのですね、微小領域における繊維配合の向きがですね、決まってまいります。で、3番と4番を合わせることによってですね、デジマットがですね、この微小領域ごとの配合分布を考慮した違法性の特性を計算しますので、部分ごとにですね、材料特性が変わってくるような、そういうですね、材料特性の表現の仕方が可能になります。ここまで来て初めて、デジマット側がですね、構造解ソルバーをピックすることでですね、デジマット構造解ソルバーがですね、可能になってくるというのはですね、一般的にはこういうフローをですね、取ります。今、ご紹介しましたですね、フローなんですけれども、デジマット、RP、あとでデモをいたしますけれども、こちらをですね、使っていただきますと、モデルの読み込み、あと、デジマットで作った材料物性値の読み込み、自主度解析の組み込みという形で、最後に解析実行、計算の可視化という形になるんですけれども、このステップをですね、非常にスムーズにできるのですね、デジマット RP GUI というのが、ございますので、後ほどのデモでですね、その重要性をお感じいただければというふうに考えております。ではですね、デジマットが得意としておりますですね、単繊維強化樹脂のですね、材料特性について、説明をさせていただきます。そのですね、概念図で言いますと、この部分ですね、材料の部分になります。冒頭でですね、少しご説明をしましたけれども、デジマットはですね、材料特性を予測するツールがございます。MF と FE というものがあるんですけれども、こちらちょっと代表的なですね、MF について少し言及をしていきたいと思います。で、複合材料のですね、材料特性、繊維系のですね、補正挙動をですね、予測するツールになります。
入力としましてはですね、この複合材料を構成しますですね、あと母材、あとまあ介在物ですね、フィラーといったり、繊維ありますけれども、そういったものの材料プロプティを入力条件といたします。あと、介在物ですね、中の繊維強化樹脂であれば、介在物の、比率、体積分率であったり、まあ、重量比率という形でですね、表現することができますし、介在物の形状をですね、アスペクト比を使ってですね、表現することもできます。あと、まあ、配光の向きですね。結果としましてですね、このデジマット MF を実行しますとですね、複合材料のですね、特性を導入することができます。合成コンプライアンス検出、あと、まあ、応力歪み曲線ですね、もできますし、あと、まあ、複合材料の、まあ、線膨張係数であったり、あと、まあ、熱伝導率、電気伝導率といったこともですね、計算することが可能なツールとなっております。このデジマット MF なんですけれども、さまざまなですね、材料ライブラリーを持っております。でまあ、線形非線形の、材料特性はもちろんのことなんですけれども、まあ、軟化指向化するようなですね、材料特性も使いますし、あと、まあ、粘弾性材料ですね、こういったのも、使います。まあ、歪み速度依存性も考慮できますし、破壊の定義ですね、後ほど説明しますけど、というのもできます。あと、まあ、温度依存性を持ったですね、材料特性。あと、単繊維強化樹脂と、あと、まあ、連続繊維言及されますが、疲労の戻りであったりとかですね。あと、まあ、熱伝導、電気伝導といったですね、そういったものもですね、MF では、計算可能となっております。破壊の定義についてですね、説明させていただきます。で、デジマット MF でもですね、破壊指数、まあ、フェイラーインデックスという形でですね、言うことがあるんですが、定義することができます。まあ、基本的にはですね、こういった、まあ、計算式を使ってですね、表現するんですけども、まあ、あらかじめ用意した、まあ、破壊応力ですね、もし破壊歪み、許容力、許容歪みといった形でですね、呼ぶこともあるかもしれませんけれども、それを用意いただきましてですね、実際、まあ、シミュレーションで計算いただきました、応力や歪みをですね、その値を割ってあげまして、その値をですね、まあ、1、超えるか超えないかというところでですね、判定をしまして、1を超えたらですね、破壊というのをですね、判定をするようなですね、指標になります。でこの破壊指標なんですけれども、まあ、いろんなレベルでですね、算出が可能となっています。ここに書いてあるようにですね、複合材としての破壊指数、で母材だけ、もしくは繊維だけのですね、破壊指標という形でですね、計算することが可能です。まあ、ここに見て、見られる通りなんですけれども、樹脂、繊維、それぞれでですね、まあ、計算で得られたものをですね、あらかじめ設定した、許容率に許容力で割ってあげて、破壊指標ですね、出していただくというものになります。あと一方でですね、単繊維強化樹脂でよく使われるですね、最終 3D トランスバースリーアイソロイドという破壊則がありますけれども、こういったものもですね、持っております。他にもですね、宇宙航空系で使うような、まあ、サイヒルツーリーであったりとかですね、まあ、様々な破壊速をですね、用意しておりますので、まあ、実際のものをですね、判断いただきながら、こちらの破壊速をですね、使い分けていただくということになろうかなと思います。このデジマット MF なんですけど、まあ、非常にですね、簡単なですね、GUI、わかりやすい GUI となっております。基本的にはですね、GUI の左側の方に、こういう、まあ、ツリーが出てくるんですけれども、こちらの方でですね、まあ、材料定義であったりとか、あと、まあ、その材料をですね、母材に使われるのか、また、まあ、介在物で使われるのか、まあ、定義ですね、もできますし、まあ、積層の状態、あと、まあ、破壊の状態ですね、破壊の定義。あと、まあ、荷重の向きであったりとかですね、そういったものをですね、簡単に定義できるようなですね、GUI を持っております。続きましてですね、デジマット MX のちょっとご紹介をさせていただきたいと思いますけれども、こちらもですね、少し触れましたけれども、材料メーカー様とですね、開発元のクリームエンジニアリングの方が、協力関係にありますのでですね、こういった、まあ、会社様の方からですね、材料で、複合材料のですね、まあ、材料グレードをですね、提供いただいておりまして、
まあ、シミュレーションでですね、使う材料がもしお手元になければ、こちらの方からですね、使っていただくようなことも可能になっています。あとですね、リバースエンジニアリングの機能、こちらを先ほどお伝えしましたようにですね、まあ、カーブフィッティング の機能になります。実験で選びました、まあ、3軸のですね、SS カーブをこちらの方で読み取っていただきまして、まあ、自動でフィッティングすることもできますし、今ちょっと見えておりますのでですね、まあ、マニュアル操作になるんですが、まあ、インタラクティブに、まあ、パラメータをですね、まあ、いじりながら、カーブフィットするような、そういうこともできます。まあ、これによってですね、まあ、ヤング率、パーソン比、まあ、高コイルだったりとか、まあ、高角係数とありますけど、こういった、まあ、パラメータをですね、同定することが、できるようになります。同定したものをですね、まあ、構造解析ソルバーの連携にですね、使っていただきたいというような流れになっています。まあ、実際ですね、現在進行形で、やっているんですけれども、こちら、まあ、材料パラメータの同定のところにですね、まあ、非常に、まあ、いろんなノウハウが、まあ、詰まっておりますので、まあ、ユーザー様の方で、まあ、実際やるとなった場合ですね、まあ、最初、スキルトランスファー的なこともですね、やっておりますので、まあ、ちょっと弊社の方にさせていただくいただきましてですね、まあ、それを、スキルトランスファーという形でですね、ノウハウをご提供することもできますので、もし、まあ、現状にもですね、リバースエンジニアリングで、お困りの方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひお声掛けいただければというところにはなります。ではですね、デジマット構造解析ソルバー連携におきましてですね、自主移動解析の結果をですね、コールすることができますが、それについてちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。先ほどの岩塩図で言いますとですね、この箇所になります。デジマット構造解析ソルバー連携でですね、自主移動解析とかですね、あとまあドレービン解析の結果をですね、コールする場合にはですね、まあ、両者のメッシュパターンというのが、まあ、違うことが、まあ、往々にしてありますので、それをですね、マッピングする必要がございます。ここでですね、対象となっている計算結果ですけれども、まあ、繊維配合だったりですね、残留力、あともエルドラインの位置といったものがございますけれども、これをですね、デジマットマップというツール、あと、まあ、後でご紹介します、まあ、RPM ですね、入っております。を使ってですね、マッピングすることが可能になっています。で右側の方に、ご紹介しております図はですね、これはデジマットマップの図になるんですけれども、まあ、両者のですね、両者というのは実習度解析で使うメッシュとですね、行動解析で使うメッシュになりますけれども、まあ、両者の位置がまあ違う場合とかですね、スケールが違う、まあ、向きが違うとかですね、いったこともあるかと思いますので、それは、この RB もしくはマップの中でですね、まあ、自動で、ある程度自動でですね、合わすこともできますし、まあ、手動でですね、拡大縮小、平身回転機能もですが、使っていただきまして、合わせることもですね、可能です。あと、まあ、あらかじめですね、両者を重ね合わせることでですね、まあ、位置が合ってるかどうかというのを見ることもできますし、まあ、自動解析のですね、計算結果をこのように可視化しましてですね、マッピングした後のですね、品質チェックというのをですね、今これご紹介しておりますが、見ることもできます。これ上が、自主移動解析の、結果ですね。下がですね、それを構造解析のメッシュの方にマッピングした時のですね、まあ、繊維配合の分布をですね、まあ、視覚的に比較したものになります。こういったまあチェック機能もありますし、あとは、まあ、配合テンソルという形でですね、テンソルの割合が、マッピング前後でどう変わったかのかというのもですね、グラフを使った形でですね、定量的に評価する機能もございますので、そういった形を取ることでですね、精度のいいですね、マッピング手法をですね、実現可能となっております。でサポートしているですね、自主移動解析のソフトウェアになりますけれども、まあ、3D タイモンをはじめとしましてですね、モードフロー、モード X3 というですね、大体有名どころをですね、大体押さえているかと思います。あとですね、まあ、弊社、MC ですね、ヘキサゴングループに入ったということでですね、ヘキサゴングループの中でですね、ビジフローというですね、自主移動解析も扱っておりましてですね、こちらにもですね、対応しているというところになります。サポートしているですね、結果になりますけれども、まあ、結果自体はですね、まあ、繊維配合をはじめとしまして、まあ、ウェルドライン、あとまあ空域ですね、まあ、ボイドですけれども、繊維長分布、あと、まあ、繊維含有率ですね。あと、まあ、残留力といったものがですね、
計算で考慮することができますが、実習量解析によってですね、対応している結果自体も変わってきておりますので、特にこの辺ですね、モール X3 とか、この辺のモールフローなんかは結構強いのかと思いますけれども、昨今で言いますとですね、3D 体毛のライト 3D というのがですね、自動車業界様の方で、使われてきておりますので、現状ではですね、このライト 3D に対してですね、開発を注力しているといった現状でございます。ではですね、デジマックとですね、連携できる、行動開始する場合についてですね、お話をしていきたいと思います。先ほどの概念図で言いますと、この部分ですね。よく、聞かれる話ではあるんですけれども、デジマとですね、行動開始する場連携をするときに、どういうロジックになっているのかというご質問がありますので、ここで説明をしておきたいと思います。こちらは非線形する場とのですね、連携する際のロジックと思っていただければよろしいのかなと思います。左上の方にですね、見えておりますですね、これは四面体二次の様相になっております。で、見えておりませんけれども、あらかじめ強化条件も設定しておいてですね、計算も流れるような状態と思っていただければよろしいのかと思いますが、一要素にですね、着目したときに、四面体の二次なんでですね、こちらに4箇所ですね、積分点があるかと思います。で通常であればですね、こちらの積分点のですね、歪みが決まりましてですね、デジマットを使わないですね、一般的な話で言いますと、この歪みをもとにですね、応力を算出するのかと思います。でもし、SS カーブをですね、定義されているんであればですね、この歪みに相当するですね、応力をこの SS カーブから、導出するといったところになるかと思いますけれども、デジマットをですね、絡ませた場合どういうふうなロジックになるのかというところになりますが、デジマットを絡んでいただきますとですね、ソルバーの方がですね、行動開始ソルバーの方がデジマットをですね、歪みが決まった段階で、コールしています。この歪みが決まっているですね、積分点の ID とですね、要素 ID というのを、持っておきまして、これに相当するですね、この要素 ID、積分点 ID に相当するですね、その積分点にマッピングされたですね、線配庫分布というのですね、線配庫テンソルというものをですね、見に行きます。この線配庫テンソルをもとにですね、この積分点のところで、また新たにですね、合成マトリックスを計算する形になります。破壊がもし定義されていればですね、破壊も一緒に、計算するという流れになってまいります。でこういった流れをですね、1、インクリメントごとに、各積分点ごとにですね、やっているような、そういうロジックをですね、取っております。続きましてですね、こちらはですね、デジマートと線形ソルバーのですね、連携の事例になります。例はですね、デジマートとですね、MC ナスソルバーの、例にはなるんですけれども、一般的な話としましてですね、線形ソルバーとの、連携をする場合におきましてもですね、こういった、線配合分布というのはちゃんと考慮しまして、違法性のあるですね、断性体モデルをですね、考慮することが可能になります。でこの例はですね、自動車 の, エンジンルーム内にある、吸気ダクトを例に挙げているんですけれども、こちらの吸気ダクトですね、単線強化樹脂製の、吸気ダクトになるんですけれども、こちらにですね、違法性を定義した場合のですね、計算結果になります。で、強化条件はですね、こちらの方に書いておりますけれども、吸気ダクトのですね、端部を拘束しまして、反対側のですね、穴中心を、この方向、Z 軸方向で書いておりますけれども、形状を過信した時のですね、応答結果をですね、見たものになります。で、あらかじめ、線配合分布をですね、このように計算しておいてですね、モニター点は5個ですね、この点について、こちら、Z 軸方向のですね、応答を見たのが、こちらの、グラフになります。グラフはですね、3つのケースをですね、考察しております。で、デジマと MC ナスラン連携をしますとですね、こちらの合成とですね、減衰において、違法、それぞれ違法性とですね、周波数依存というのをですね、考慮することが、できるようになっています。黄色の線はですね、こちら合成の違法性、周波数依存、減衰の方もですね、全く考慮しないケースの、場合の音になります。
で、青い線がですね、合成の違法性と、あと原水の違法性だけを考慮したもの。で、赤い線はですね、合成、原水ともにですね、違法性と死亡水依存を考慮した発見になります。こうして見ていただくだけでもですね、もう随分と、結果がですね、異なっていることがわかります。実験結果がですね、あればよかったんですけれども、死亡水依存特性とかですね、こういった違法性が、結果の方に、随分と影響を及ぼしますので、もし、そういったニーズがございましたらですね、ぜひちょっとご検討いただければというような事例になります。デジマットでですね、利用できます、コード解ソルバーのですね、一覧になります。委員解放ソルバーですね、業界ソルバー、ともに対応していますけれども、弊社で扱っております、ナスタマークをはじめしましてですね、その他、さまざまなですね、有名どころのソルバーの方は、対応している形になります。線形ソルバーでいうとですね、ミシンナスさんのソル1シリーズだったりとか、プシスクタクトといったですね、この辺もですね、対応している形になっております。ではですね、デジマットのですね、一連のソリューションをちょっとご紹介させていただきましたけれども、事例についてですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。まずですね、一つ目の、事例になりますけれども、こちらはですね、ソルベイ様とですね、自動車部品メーカーのフォレシア様のですね、事例になります。シートバーのですね、衝撃解析になりますけれども、このシートのですね、お尻のこの付近、近傍にあるですね、この部品がありますけれども、すみません。この部品をですね、ちょっと軽量化したいという、ニーズがありましてですね、その軽量化のニーズをですね、検討するために、デジマート構造化ソルバー連携をですね、使ってですね、検討した例になります。で、こちらですね、樹脂製のものにですね、単線鏡か樹脂製のものにですね、置き換えたいということだったので、あらかじめですね、モールドフローでですね、線配光分布を計算しておきまして、あと、その線のですね、0度45度、ユーズのですね、引っ張り試験データを、あらかじめ取得しておいてですね、デジマットで、パラメータを動かしておいたという形になります。で、この後にですね、デジマット、レース台の連携をこちらの例ではやっているんですけども、実施しましてですね、荷重変異曲線とですね、あと、亀裂の向きをですね、実測と比較した例になります。まず、荷重変異曲線になりますけれども、こちら黒いですね、ノイズの線がありますけれども、これは、実験の方がですね、N 数10ということで、行われたようですけれども、その N 数10のですね、実験結果を平均化したものはこの黒い実線になります。で、青い線はデジマット、レース台の連携の結果になるんですけれども、定量的に見るとですね、若干違うところもあるにはあるんですけれども、定性的には非常にですね、良い相関が得られたというような事例になります。あと、こちら、アニメーションでですね、亀裂が入る様子をですね、映しておりますけれども、この亀裂の位置をですね、シミュレーションの結果とですね、比較したものがこちらの方になります。で、左側の方はですね、こちらがデジマート使わないケースですね、従来の東方製材料でですね、使った場合のケース。こちらがデジマート構造解ソルバー、ダイナ連携をしてですね、扱った場合なんですけれども、実測と比較してもですね、亀裂の向きがよく相関を取れたということでですね、変異荷重曲線といい、亀裂の向きといいですね、良い結果を得られた事例になります。これをですね、使うことでですね、実際、シート板をですね、金属製だったものを線維強化自身ですね、置き換えることで、35%のですね、軽量化に成功したというようなこともですね、可能となったという話。続きましてですね、こちらはですね、スライドルーフベアリングというものがありますけれども、車のスライドルーフがありますけど、この、端っこのこのスライドするところですね、に、ベアリングがありますけど、これがですね、線維強化実施のものに置き換えた場合にですね、実測とこうどうなるかという形でですね、評価した例になります。こちらは、材料サプライヤーの太鼓なし様とですね、自動車サプライヤーのですね、インテバーシャ様のですね、事例になります。
こちら、もちろんあらかじめですね、実習度解析で、1200分布を計算して、なおかつ、デジマートでですね、材料分布整地を用意しておいたという形になります。こちら、いろいろと、比較を行ったようなんですけれども、単純なですね、この集中荷重を、施した場合のモデルで言いますと、この赤い線ですね、これが、東方製材料。で、ちょっと実測に合わすために係数倍したのはこの青い線。で、非線形材料を使ったのがですね、この紫の線になるんですけれども、実測との乖離が大きかったところにですね、デジマットを材料を使ったですね、構造化ソルバー連携の結果というのがこちらの実践の、波形になります。こちら非常によく相関を取れていることをですね、伺えるのではないかなと思います。一方でですね、荷重条件を変えた場合ですね、本当に相関を取れるのかというのをですね、やったのが、こちらの結果になります。集中荷重だったものをですね、多少こう、荷重の箇所を増やしてですね、全体的に荷重を加えた場合のモデルにおいてもですね、こちら、実測の点線とですね、デジマットの実測がですね、よく相関取れている様子がですね、伺えるんではないかなと思います。なので、こういった事例から分かりますようにですね、東方性では、乖離が起きちゃったモデルをですね、デジマットを使うことで、乖離を小さくすることが、できるような事例となっております。こちらですね、材料サプライヤー様のですね、ランセス様の事例になりますけれども、織物複合材のテペックスというのがございますが、これをですね、用いた、オールド、オーバーモールド成形部品のですね、破壊をですね、測したシミュレーション。これ3点曲げのですね、モデルになりますけれども、この時の、オール歪み曲線、そして変異荷重曲線をですね、実測と比較した例になります。で、射出材、あと、織物複合材、テペックスの材料をですね、デジマットで、あらかじめ定義をしておいてですね、デジマット構造化する場連携に、適用した例になりますけれども、非常に実測、実験の方が、点線になるんですけれども、実測との、オール歪み曲線の相関も取れておりますし、あとこちらですね、変異荷重曲線もですね、ちょっと破壊は定義できてなかったのかもしれませんけれども、途中までのですね、この様相というのは非常に相関が取れているということですね、伺えた例になります。こちらはですね、車の B ピラーのですね、CFRP のですね、事例になります。もともとですね、こちらの、アルミ製のですね、B ピラーだったんですけれども、これをですね、CFRP に置き換えてですね、軽量を図るためにですね、デジマット高度化する場連携を使ってですね、検討した例になります。で材料自体はですね、CLP なんで、エポキシ、母材がエポキシ樹脂でですね、繊維はカーボンファイバーという形で、こういった積層状態になっているというものになります。ここでですね、弊社が扱っておりますパトランというのがあるんですけれども、パトランにですね、オプションでパトランラメントモデラーというのがあります。で、これを使っていただきますとですね、ドレーピングの計算ができましてですね、こういうプリプレグをですね、ペタ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 、こう、はっつけるような不形成形をしたときにですね、引っ張りとかこう曲げ、先端の力によって、実際中の繊維がですね、ねじれたりですね、歪んだりするわけですけれども、そういった、繊維のですね、歪みとか、ねじれをですね、考慮した形で、繊維の向きをですね、計算することができます。で、その繊維の向きを考慮した上でですね、デジマット高度化する場合連携を使って、CFRP のですね、計算をしたという事例になります。で、成形基準はですね、60ニュートンの荷重に対しまして、変異が10ミリ以下、あと最大応力はですね、省力が100ミリパスカル以下というようなクライテリアがあったんですけれども、一応それを満足したということでですね、アルミニウムをですね、より軽いですね、CFRP に置き換えることができたというのですね、になります。ということでですね、主に実測との乖離が、小さくなったとかですね、軽量化に成功したといったような、事例になりましたけれども、こういったことがですね、デジマットを使ったですね、マルチスケール解析をすることによってですね、検討することがですね、可能となっております。ではですね、今ご紹介しました、デジマット構造化する場連携についてですね、ちょっとデモの方をですね、ご紹介していきたいと思います。
デモのですね、説明をまずはさせていただきまして、その後ですね、オペレーションに入っていきたいと思います。対象はですね、採取整形で作成された、単線極自身のダンベル試験片になります。ね。で、まあ、引っ張り試験を行っているのでですね、ダンベル試験片になるんですけれども、まあ、デジマートでですね、弊社が扱っております、マークスルバーをですね、使った形の、計算になります。材料はですね、PA12GF30 という、まあ、繊維強化樹脂の、材料を使うんですけれども、まあ、あらかじめ、デジマート MX を使ってですね、材料パラメーターの、同定をですね、しておいたというところになります。でまたですね、実動解析から得られました、繊維配合データですね、こちらもですね、扱う形になります。こちら、ワークフローになるんですけれども、まあ、この内容をですね、順次やっていただく形になります。モデルの読み込みですね。で、読み込んだときにはですね、まだデジマート材料を、扱ってないので、ここではですね、マークのちょっとこれ、構造データになるんですけれども、マークソルバーで流したときにはですね、精度にまあ計算が流れるということが前提になっております。でまあ、材料自体はですね、適当な材料で結構ですので、とにかくまあエラーがないような状態にですね、しておくというのが、重要かなというところですね。で、この、あらかじめ設定した材料物性値をですね、デジマットで作った、材料物性値に置き換えるという形ですね。で、繊維配合分布を、マッピング、今回はまあモールド4を使っておりますけれども、マッピングしまして、デジマットがマークをキックして、計算をするというような流れになりますので、こちらは一連のデモをしていきたいと思います。あと、補足ですけれども、こちらのダンベル試験片の境界条件ですね、ですね、このようなものになっています。非常にまあシンプルですけど、片側を完全拘束しまして、片側ですね、長さ方向に対して 2.5 ミリの強線変異を加えたものになります。で、あらかじめ実度解析、モールドフローでですね、計算をしておくんですけれども、これは繊維配合分布をですね、第一指標と言われているものをですね、ベクトル表記したものになります。要は、どの方向にですね、繊維が一番効いているかというのをですね、まあ、色で、可視化したものになります。実度解析をですね、実施する場合にはですね、こちらの、ダンベル試験片の両端にですね、2つ、まあ、ゲートを作ってですね、そこから樹脂が流入する形になりますので、中央でですね、繊維が樹脂入りの繊維がですね、繊維入りの樹脂がぶつかってですね、ここがまあランダム配合性を持つようなところになります。ではですね、実際にちょっとデモの方入っていきたいと思います。デモしていきたいと思いますけれども、今回ですね、デジマット2019.0という概念を使いますけれども、こちらがアイコンになります。こちらをですね、左クリックしてあげますと、ここにですね、メニューが出てきます。ね、で、今回はですね、デジマット RP を使いますので、こちらをですね、クリック。で、はい、今、デジマット RP が起動した形になります。こういった GUI になってまず最初にですね、マークのですね、構造解析モデルをですね、読み込んであげます。で、ここにですね、ニュースラクチャルモデルというのがありますけど、こちらのアイコンをですね、クリックいただきまして、で、あらかじめ用意したですね、こちらの、ダンベル -テスト だというのがありますけれども、これがマークのですね、構造解析ソルバーの入力データになります。こちらを読み込んであげます。で単位形式されますので、こちらをですね、意識した上でですね、単位形を使いたいと思います。こちらはまあ今回、ミリ形ですね、こちらを選択しまして、で、要素数、接点数の、情報が出てまいりますが、そのまま続けまして、で、このモデルにですね、デジマート材料をですね、当てがう形になります。繰り返しになりますが、もうすでに境界条件とかは入っておりましてですね、このモデルに対して材料の置き換えを行うという形になります。で次、こちらですね、Add Digimat Material というのがあるので、このボタンを押してあげます。すると、GUI がこう変わりましてですね、ここにまあボタンがあります。
で、あらかじめ DIGMA と MX でですね、材料パラメータを同定してきましたので、それ同定した時のファイルをですね、拡張子 DF ファイルというのがあるんですが、こちらをですね、読み込んでいただく形になります。で、読み込みますとですね、こういった形で、表記が変わってくるんですけれども、まあ、ここでですね、母材の特性、あと、まあ、ガラス繊維特性という形でですね、一応確認することができます。あと、まあ、破壊の定義ですね。先ほど破壊の定義の説明した際にですね、サイヒュー 3D トランスバーサリーというのをお説明したかと思うんですが、今こちらのですね、破壊施設の定義をですね、入れております。で、まあ、グラフが出ておりますけれども、これはあらかじめですね、配光テンセルというのをですね、この MF の中に入れておりますので、まあ、要は、ダミー的なものにはなるんですけれども、まあ、そこでのですね、配光テンセルに準じた形の、SS カーブを出しているという形になります。あとで、各微小領域ごとにですね、配光テンセルが決まってまいりますので、まあ、そこでのテンセルを考慮した形のですね、材料分布、違法性の分布がですね、決まってくる形になります。で、続きまして、このモデルにですね、水道解析の結果をですね、マッピングしてまいります。このディファインマニュアクチャリングデータというのがありますけれども、こちらをクリックいただきますね。こちら、from シミュレーションリゾルトというのをですね、教えていただく形になります。はい。で、するとですね、マニュアクチャリングメッシュと、あと、まあ、ファイバーオリエンテーションという形になりますけれども、こちらが、受注度解析で、使ったですね、メッシュデータというのを読み込んでいただきます。これはインジェクションメッシュなしですね。であと、まあ、ファイバーオリエンテーション、これ繊維配光分布になりますけれども、これも計算した結果ですね。これで言うと、オリエンテーション XML ですけども、こちらを読み込んでいただきます。今回は、考慮しておりませんけれども、残留力であったりとかですね、あと、まあ、ウェルドラインの位置ですね、そういったものもですね、マッピングすることが可能となっております。あと、まあ、単位形をちゃんと意識した上でですね、今回ミリになりますので、確認いただいた上で、ロードデータのボタンを押します。はい。で、これ見ていただきますと、今、受集度解析の結果をですね、その時に使ったメッシュに、要は、まあ、マッピングしたものになります。まあ、これ、向きを込みしておきますけれども、まあ、要は、繰り返しになりますが、まあ、この方向にですね、繊維の向きが効いてますよという、ベクトルに表記になります。第一種子と言われているものですね。で、これをですね、右からですね、左側の、構造解析のメッシュにですね、マッピングする形になります。マップフィールドというのがありますけれども、これを押していただきます。今ですね、受集度解析のメッシュと、構造解析のメッシュ、両者の位置がですね、同じ。なおかつ、まあ、スケールも一緒なので、これ二つ重なっているように見えるんですけれども、実際もし、まあ、位置が違ったりですね、した場合にはですね、こちらまあ、インタラクティブとかっていう放送をしていただきますとですね、平行の移動であったりとか、あと、まあ、回転ですね、そういったこともできますので、まあ、ここでですね、位置合わせをすることが、可能となっています。はい。まあ、今回は、まあ、もう位置が合っていましたので、そのままマッピングをしていきたいと思います。はい。前側にマッピングされたかなと思います。一応念のためですね、まあ、適切にマッピングされたかどうかというのをですね、これはまあ、コンタで確認するだけになるんですけれども、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、こうして、まあ、第一種子をですね、見ていただいただけでもですね、まあ、いいマッピングがですね、できてるんじゃないかということが、まあ、伺えるんではないかなと思います。はい。で、各ですね、微小領域ごとの繊維配光の分布のこうマッピングできましたので、実際にですね、行動計算の方に入っていきたいと思います。レビューというボタンを押していただきましてですね、あとはこのサブミットのボタンをですね、押していただきましたら、もう計算実行になる形になります。今回はデフォルトの、フォルダを使いますけれども、こちらもちろん、任意のフォルダを使ってですね、指定することも、できるようになっています。今回は、メッシュドライブ直下のトレーニングワークを指定しますけれども。はい。で、計算実行する、際にはですね、まあ、非線形ソルバーで、やる場合には、大体まあ、こういう3つのですね、ファイルが、セットでですね、出てくることになります。
一番上、これですね、構造データになります。名刺の情報、あと、接点の情報ですね。構造に関する情報がこちらのダットの方に入っておりまして、で、マットがですね、これがデジマットで定義しました、デジマット材料、違法性の材料ですね、になります。あと、こちらはですね、各要素に紐づいたですね、遷移配合分布が記載されたファイルになります。この3セット、3つのファイルがですね、1セットになった上でですね、計算実行する形になります。では、ランローカリのボタンを押していただきましてですね、ここで、計算に使用する、CPU も使えるんですけど、そのランを押したいと思います。で、デジマットがですね、マークソルバーをですね、キックしまして、で、今、デジマットマーク連携をですね、バックグラウンドでこう走ってるような状況になります。ここにインクリメントをですね、刻んでいる様子がですね、こちらのウィンドウからですね、比較的に見ることができるようになっています。計算モデル自体はですね、非常に小さいので、もうすぐ終わるかと思います。で、終わりました。で、終わりましたらですね、こういったポップアップが出てまいりますので、この範囲のボタンをですね、押してあげますと、あらかじめですね、紐付けておいたですね、ブリポストプロセッサーがですね、起動しまして、起動と同時にですね、結果を読み込まれるような状態になっています。ここでは、マークのですね、専用ソルバーである、メンタトというブリポストプロセッサーがあるんですけれども、これを事前に設定しておいたという形になります。ね。で、ダンベル試験編出てまいりましたけれども、もうちょっと、やってみたいと思いますが、例えば、長手方向の変異ですね。共線変異で2.5ミリほど動かしておりますけれども、Y 方向、これ長手方向ですね。これ再生しますと、こういった形、確かに2.5ミリほどですね、動いている様子がお分かりいただけるのではないかなと思います。あとですね、デジマット連携することで得られたですね、結果があるんですけれども、見ていただきますとですね、バリアブルというのがあります。デジマットマークだけじゃなくてですね、こういったデジマット連携によって得られる結果がありますので、ちょっと5番の方をですね、選んでいきたいと思いますが、この5番というのはですね、先ほど破壊速を定義しておりましたけれども、破壊速によってですね、得られました破壊指数がですね、このディファインバリアブル5というものに該当いたします。こちらちょっと、最初から再生していきますとですね、こんな感じで、真ん中の部分ですね、非常に大きな、値を示しておりますけれども、非常にというか、大きな値を示しておりますけれども、1を超えておりますので、この部分もですね、破壊に至ったということがですね、お分かりいただけるんではないかなと思います。最初にお伝えしましたように、ゲートの位置をですね、両端にしておきましたので、真ん中の部分でですね、線入りの樹脂がぶつかりましたので、そこでちょっとウェルドラインがですね、発生しまして、合成が弱くなった箇所をですね、破壊に至ったという、考察がですね、この結果から、得られるのではないかなと思います。でですね、今回、バリアブル5という形で選びましたけれども、これ、いちいち覚えておかなきゃいけないかというかというと、そういうわけじゃなくてですね、一応確認する手法がございます。先ほどの RP の方にですね、ちょっと戻りますけれども、RP の右上の方にですね、こういうですね、ものがあります。クリックしてあげると、こういうウィンドウが出てまいりますけれども、ここにですね、バリアブルの説明があります。で、ナンバー5をですね、選びましたけれども、今回もこれ、マイクロスコピック、フェイリアインディケーターというものを選んでおりますけど、これがですね、破壊指標になります。破壊速で計算された、破壊指標というものになります。というところでですね、操作自体は非常に簡単になります。今回はですね、デジマットマークソルバーの連携をしましたけれども、連携できるですね、ソルバーの方は、先ほどお伝えしましたように、いろいろございます。他のアバカスであったり、アンシスだったりとかですね、ダイナであったり、いろいろございますけれども、そのソルバーに準じたですね、プリポスター、プロセッサーがありますので、それをですね、デジマット RP にあらかじめ紐付けておいていただきましたらですね、
同じような手順をですね、踏んでいただく形になりますので、まあ、操作自体は、どれを使っていただいてもそんなに手数は変わりないのかなと思っていただければ幸いです。デモはですね、大体こんなところになります。ではですね、資料の方に今一度戻りましてですね、ちょっとまとめとさせていただければと思います。今ですね、デモをさせていただきました、デジマーと行動開始する場連携になるんですけれども、まあ、必要なモジュールとしましてはですね、ここにご紹介する通りになります。冒頭でご紹介した、モジュールになりますけれども、デジマーとですね、使っていただくことでですね、材料共同のですね、より深い理解をですね、得ることが可能になります。今日はちょっと、デモとかはしなかったですけれども、デジマット NS とかですね、デジマット FE というものはですね、材料パラメータのですね、パラメータスタディというのを非常に簡単にできますので、パラメータを変えることでですね、材料自体がどういうような挙動を示すかというのをですね、インタラクティブにこう、見ることができますので、材料の理解にですね、お役立ていただけるんではないかなと思います。あと、材料試験の最小化ということでですね、材料試験をですね、やっていただきますと、非常にコストがかかりますので、それをですね、デジマットを使ってですね、材料試験の代替という位置づけでですね、材料物資を導入することもできますので、それによってですね、時間コストをですね、削減することにお役立ていただけるんではないかなというところになります。あと、今デモをしましたようにですね、材料プロセスの影響を考慮することができます。採取成形、もしくはドレーピングですね、不形成形的なドレーピングの、結果をですね、ちょっとソフトウェア自体は別になるんですけれども、実施動解析、あとドレーピング、ソフトウェアといった計算結果をですね、行動解析する場連携に、考慮することができますので、製造プロセスの影響を加味した計算ができるというところに。あと、事例の方でもですね、ご紹介させていただきましたように、従来、東方製を使っていただいておりましてですね、東方製から、ちょっと一掃できないお客様にとってはですね、デジマットを使うことで、違法性をですね、精神に定義することができますので、より、計算精度もですね、向上にお役立ていただけるんではないかなというところになります。で、このデジマットなんですけれども、いろいろですね、学ぶ機会というのをですね、ご用意させていただいております。デジマットのホームページの方にですね、行っていただきますとですね、基本的な情報であったりとかですね、解析事例といったものがですね、ございますので、ここでも理解を深めることができます。既存ユーザー様であればですね、SIM コンパニアンというのがございますけれど、下の方にもですね、デジマットの、有益な情報をですね、随時、アップしておりますので、そちらの方をご覧になっていただければ、お役立ていただけるんではないかなと思います。あと、ヘキサゴンライブですね、こちらは、5月から7月頃ですね、開催予定しているんですけれども、ちょっと、コロナの影響がありまして、今年はちょっと断念するという形になりましたけれども、通常では5月から7月頃にですね、開催をしております。こちらは、デジマットだけでなくてですね、全プロダクトの、紹介、がございますので、ユーザー講演とかをですね、聞いていただいてですね、ご理解を深めるということもできます。あと、10月から11月頃に、いつも開催されておりますですね、デジマットテクノロジー&ソリューションデーというのが、ございますが、これはデジマットに特化したですね、イベントになります。デジマットの最新情報とかですね、実際にデジマットを使っている、お客様事例をですね、ご紹介する場になりますので、ぜひちょっとご検討いただければというところになります。あと、不定期開催ではあるんですけれども、大阪、名古屋、東京ですね。あと、広島といったところでですね、デジマット体験セミナーというのをですね、やっております。無料体験セミナーにはなるんですけど、内容もですね、結構充実した内容になっていると、自主しておりますのでですね、今日、ご紹介させていただきました、デモになりますけれども、こちらもですね、体験セミナーでは、実際に体験することができますので、ぜひ、ご興味があればですね、ご検討いただければというところになります。あと、トレーニングですね、3ヶ月に1回の開催、になります、定期開催になりますけれども、
こちらですね、弊社の、ホームページとか見ていただきましたらですね、予定とかを記載しておりますので、まあ、合わせてご覧になっていただければと思います。あと、ウェビナーになります。まあ、今日、ご紹介しておりますのが、まあ、ウェビナーになりますけれども、まあ、有益な情報をですね、こちらの方を使ってですね、実施しております。まあ、今年はですね、まあ、コロナの影響もありましてですね、ウェビナーの方を積極的に、やっておりまして、まあ、デジマットについてですね、今回私が、発表させていただいたのが、まあ、第1弾になりますので、これから、まあ、順次ですね、第5弾ぐらいまでおそらくなるとは思っているんですけれども、ウェビナーの方ですね、開催していきますので、またぜひ、ご覧になっていただければ、幸いになります。以上でですね、デジマットを使ってですね、ウェブセミナー、終了となります。ご清聴ありがとうございました。